はい、こんにちは、伊藤信弘です。今回はですね、実は私ですね、今年2019年を振り返りましたね。まあ自分にもね、ちょっとやっぱプレゼントをあげようと思って、ユニクロでね、新しいジーンズを買ってきました。前回の動画でですね、適当な感じで紹介しちゃったんですけど、僕が2019年めっちゃ履いたジーンズなんですね、こちらのユニクロさんの EZY ジーンズ、ブラックをね、ほんと300日近く、履いてたと思うんですけど、来年からはですね、また新たなジーンズを300日近くね、ちょっと履き尽くそうかなと思って買ってきました。それはですね、こちらです。もう履いちゃってるんですけど、こちらですね、ユニクロさんのウルトラストレッチスキニーフィットジーンズですね。いや、これね、前回履いてた、これまでね300日近く履いてたね EZY ジーンズはもうスウェットみたいな感じなんですよ。一応ジーンズであるんですけど、スウェットみたいな感じでめっちゃ気軽に履けますよっていうやつでずっと履いてたんですけど、こっちはねちゃんとしたジーンズ生地、ちょっと硬いやつなんだけど、すっげえこのウルトラストレッチっていうぐらいだから、このストレッチ加減がすごくて、もうめっちゃね、めっちゃ伸びるんですよ。だからこの腰回りも一見俺無理じゃんって思うかもしれないんだけど、そっからグイって伸びるから、これのねストレッチさがねすげえで、かなりのスキニーフィットだから、このシルエット感がねめっちゃいいんですよ。でもこんなね、もうすっげえストレッチ感で、最新のジーンズじゃないとは思うんですけど、すっげえいいから、あ、もうこれだと思ってね、ちょっと2020年はねこいつと共にやっていこうかなと思っております。いや、めっちゃいいんですよ。すげえ、やっぱユニクロさんすげえね、もうコスパが良すぎる。だってもうここまで見たらさ、なんかもうユニクロさんのジーンズなのかどこのジーンズなのかわかんないもんね。素敵すぎる。せっかくなんでね、ちょっと細部をね見ていきましょう。ボタンはこんな感じですね。ほぼ何も書いてないように見えるんですけど、小さくねユニクロって刻まれてますね。で、チャックはジッパー式です。どれだけねこれは伸びるかっていうと、これが通常のね状態だとして、これがね、こうやって見るとあんま伸びてないもうそれだけしっかりしてるってやつなんでしょうけど、ここがすげえ伸びる。全体こういう風にやってみるとすんげえ伸び、ここからこんだけこうやって見るとね、あんま伸びてないようなイメージかもしれないんですけど、とにかくすごい伸びるんですよ、ジーンズにしては。来年はもうこいつと共にねやっていこうかなと思っております。そんな感じで今回は自分にですねプレゼントとしてユニクロのウルトラストレッチスキニーフィットジーンズを買ってみたでした。